キムチ。キムチは、白菜などの野菜と、塩、唐辛子、魚介塩辛、ニンニクなどを、主に使用した漬物。かつては、朝鮮漬けとも呼ばれる。単独で、あるいは付け合わせ、特に焼肉店として食べられるほか、豚肉と一緒に炒めた、豚キムチなどの材料や、チゲの具、キムチチゲとしても用いられる。キムチは、もともとは、 朝鮮半島の玄関期に備えた保存食であり、野菜を塩漬けしたものから始まった。これに香辛料としてのニンニクや山椒などを加えるようになったのがキムチの原型である。16世紀に日本から朝鮮半島に唐辛子が伝えられると、栽培や加工が容易な唐辛子が山椒に変わって用いられるようになった。唐辛子の強い刺激、野菜の甘み、 乳酸発酵による酸味、旨味と塩辛さが複雑に混じり合った風味が特徴である。多くの場合は、魚介類、もしくは魚醤や、塩辛や塩網などの漬物やニンニクなどを要するため、濃厚な匂いと強い風味を持つ。辛いものを食べて、体を温めるという発想で理にかなっているが、食べ過ぎると、東洋医学での、非体内に熱がこもり、 どの病になりやすいが起こりやすくなるとされている。そのため、韓国でのハリ治療では、射血がよく行われる。朝鮮半島だけではなく、朝鮮民族が多く暮らす国、地域では、市場などでキムチを売っていることが多い。ソビエート連邦時代に、宴会州から、朝鮮系住民、高来人が移住したウズベキスタンでは、市場やレストランでもキムチ、シムシャとも呼ばれるが見られる。 朝鮮語で野菜を漬けたものの意であるチンサイ、チムチェが語源とする説やチンツけ、チムチ、関西、ハムチェを語源とする説など各種あり、定かではない。英語表記については、日本語の読みと表記したものとと表記したものが同時に使われていたが、東京で開かれた国際食品企画委員会、コデックスで日本が浅漬けを含むをキムチの標準と使用したことに対し、 韓国は朝鮮語音からマッキー期ンイコール、来ャワー式にて転写であると主張し、1996年3月に国際食品企画委員会、コデックスのアジア部会にて登記術が認められた。一方、文化観光部2000年式ではであり、英語圏においては例えばアメリカの韓国料理店では、または、とメニューに書かれていることが多く、他にも、という表記もされる。 アメリカの大型スーパーなどで販売されているキムチの表記はがほとんど。韓国では一般にキムチの文献書室を13世紀初頭としている。党の幻想を題材とした長編詩で有名な理系法、1168年から1241年の詩集、東国理商国集に収録されている。イエホロクエという詩に青いカブラという部分があるが、その中の 特殊猶予未加食付け、エンたたえ備え給湯し、塩漬をけして夏に食べるのがよく、また塩漬けして冬支度に備えるという意味である。なおこの記述の中に、キムチという名称は登場しない。また該当の食べ物は、日本や中国の漬物と特に変わりがなく、唐辛子や、塩辛、白菜を使用するといったキムチの大きな特徴はまだ、見受けらない。また株とは、 大根と同じ根菜であり株の発酵を伴う漬物としては日本や中国には昔からあったが朝鮮半島にはなかった。塩もキムチの乳酸発酵で用いられる塩らなどではない。16世紀朝鮮半島に日本から唐辛子が伝来。その後朝鮮半島に唐辛子が普及し1715年の三輪経済にて初めて 唐辛子という単語が現れる。19世紀の文献、蛍光草書、1809年に出てくるキムチを見ると、粉の唐辛子ではなく千切りの唐辛子を少し入れる製造方法が記録として残っており、日本で朝鮮漬けとして知られている漬けに似たもの、19世紀前後に唐辛子が使用され始めたことが推測される。1827年の林シリングに、 初めて現在の加工法に近い、雲菜が見える。現在食べられている白菜は、品種改良によって生み出した野菜であり、今の結球型の白菜が完成したのは18世紀以降とされる。よって、塩から、唐辛子と白菜を使ったキムチの登場は、どんなに早くても18世紀以降と考えられている。キムチに使われる唐辛子は、朝鮮半島に自生しておらず、 豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に日本が朝鮮に持ち込んだものとする説や江戸時代に朝鮮通信士が持ち帰ったという説などがあるが唐辛子は南米原産でありもともとアジアには存在しなかった唐辛子はポルトガルなどのヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の侵略を契機にヨーロッパに伝わりさらにポルトガルと国交のあった日本に渡った唐辛子は 日本で防腐の目的で漬物の添加物として使用されるようになった。やがてこれが朝鮮半島に伝来し、唐辛子の味が現地人の味覚に合っていたこともあって、広く親しまれるようにな。また唐辛子を使用することになったこの頃に、キムチという名称が定着したとされる。一般的な白菜キムチは以下のように漬ける。朝鮮民主主義人民共和国のキムチは、 韓国とほぼ同様であるが、酸味が抑えられ、比較的甘みがある。昭和後期に入る頃までは、その辛さや、ニンニクの臭みが、日本人の味覚に合わなかったことから、存在は知られていてもあまり馴染みのないものであり、キムチという名称も、一般的ではなく、朝鮮漬けと呼ばれることが多かった。一部では、珍味とされた。しかし1975年に、 桃屋から発売された桃屋キムチの素が人気を呼び、また1980年代後半に激辛ブームが起こると消費量が増加、ブームが沈静化した後も一定の販売数を保ち、一般のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで手に入るようになった。一般のスーパーでは日本国産のキムチが売られていたが、1990年代から急速に消費量が増え、 韓国から輸入されたキムチも流通し始めた。社団法人食品受給研究センターによると、キムチは2004年に日本国内で浅漬けに次いで2番目に多く消費された漬物とされている。だが、日本の韓国からのキムチ輸入量は2005年をピークに減少を始め、現在では日本国内で流通するキムチの主流は日本産になっている。これには、 韓国側が輸入した中国産白菜のキムチから寄生虫が発見された事件が大きく起因しており2005年から2006年の間に日本のキムチ輸入量は46.4%減少している東京都では人に寄生する夕張りの宇宙脳や目に寄生した場合は重篤な症状を示す寄生虫の感染源として輸入キムチを原因の一つとして挙げている日本では 浅漬けの製法、白菜の塩漬けに調味料を加える方法でもキムチが作られており、浅漬けキムチ、和風キムチなどと呼ばれ、韓国式のキムチとは区別される。韓国式のキムチと和風キムチの違いは、主に乳酸発酵の有無にある。韓国本来の製法では、魚介の塩辛が発酵し、濃厚な旨味とともに、酸味が生まれる。この発酵臭と、ニンニクや、 魚介の香りが混ざった強い周期が伴うので、日本では好みが分かれる。一方、多くの日本のスーパーなどで販売されている国産のキムチは、浅漬けに調味液によるキムチ風辛み味付けをしたもので、味覚的にはあっさりしたものが多い。2000年代現在では、キムチの素などの名称の調味料が販売されており、一般家庭でも、 容易に浅漬けキムチを作ることが可能である。韓国のキムチと比べると酸味が抑えられ、甘みが強い。また、日本製のキムチは、本来使うべき、魚介類、網やイワシなどの塩辛類を全く使わないものが多く、これにより不足する旨味を、化学調味料、グルタミン酸ソーダなど、で、とろみを増年安定剤、古料で補うものがほとんどである。キムチの乳酸菌は、 魚介塩からに由来するものがほとんどなので、発酵による酸味ではなく、人工的に酸味量などで酸味を演出するような、国産キムチも多いが、乳酸菌の効果はあまり期待できない。その一方で、一部のメーカーでは、こういった添加物を使わない無添加のキムチを製造し、インターネット通販や、生協の共同購入などで販売している例もある。また、全国各地に点在する、 在日韓国人による小規模なキムチ店では店主が作ったキムチを小売りしている。もともとは同胞向けに販売していたが、最近は日本人も購入するようになった。こうした小規模製法の場合は、製法は韓国式だが多少の添加物、アミノ酸を入れている例は多い。このように両国で味に際の生じる製法が根付いた背景として、 双方の食習慣の違いも大きな影響を与えている。酸味が抑えめのキムチが日本人に好まれる理由として、たくあん漬けなど野菜の漬物を直接白飯のおかずとして食す食習慣が根付き、酸味が強すぎるままではその役目を担いづらく、そうした食べ方をする日本人の口に合わせていくことで今日の日本風基地がある。一方韓国の場合、ナムルなど 白飯の直接のおかずとする、一見、日本の野菜漬物に近い食感、役割の野菜のあえ物も存在はしているが、キムチの役割は、日本でいう醤油や、かつおぶといった調味料のようなもので、風味や出汁の強さを求められる結果、より発酵した酸味の強いものが好まれて、主な用途が、はっきり異なるため、今日まで味の相違が存在し続けている。地方によっては、 唐辛子を多めに使った漬物や、ニンニクをやや多めに使った白菜漬け、塩漬けした大根を干したものなどを、朝鮮漬けと称する例もある。様々な具材を使ったキムチがあり、その数は200種類以上あると言われている。地域によりキムチの種類も異なり、北に行くほど薄味に、辛さも、控えめになる傾向にある。朝鮮半島北部のキムチは、汁けが多く、 野菜の素材の味を生かしたものであるのに対し、南部のキムチは唐辛子が多くなり汁気は少ない。この理由として気温が高い南部では熱帯性の作物である唐辛子の生産に適していたこと、また同時に豊富に採れた魚介類を積極的に用いたため見消しや保存性を高める目的から、唐辛子や塩を多く用いる必要があったことが挙げられる。また離乳食用に、 薄味のペースト状になった赤ちゃんキムチや辛さを抑えた子供キムチも韓国では販売されている。本来の製法で作られたキムチは発酵食品であり乳酸菌やビタミンが豊富である。2006年3月27日、アメリカ合衆国の健康専門月刊誌、ヘルス、ワールド、S、ヘルシーストフーズ、キンチ、コリアによる世界の5大健康食品が発表され、 スペインのオリーブオイルをはじめ、日本の大豆、ギリシャのグリークヨーグルト、インドのレンズ豆、大韓民国のキムチの5品目が選出された。一方で、塩分やカプサイシンも多く含むことによる害も指摘されている。韓国保健産業振興院の調査により、キムチを平均の300%程度食べる50から60代の女性は、肥満になる危険が27.8%、 高血圧症が20.5%、高脂血症が30.4%高いことが判明した。韓国政府保健福祉部が2005年に行った調査によると、韓国成人の塩分摂取量が世界保健機関、風推奨値の2.7倍と極端に多いことが判明した。風の塩分摂取推奨値、成人は1日あたり 5g だが、韓国成人は 13.5g。 男性 14.9g、女性 12.2g 摂取している。また松大学校のジョン・ヘジョン教授が2009年6月30日に発表した説による、韓国人は1日の塩分摂取量の31.2%をキムチ類から取っているという。ただし、唐辛子に多く含まれるカリウムには余分なナトリウムを体外に排出する作用があるため、結果として、 塩分摂取量は低く抑えられている。唐辛子を多く取る韓国のような国では、胃がんの発がん率が高く、唐辛子の中に含まれる、カプサイシンが発がんを促進させる物質となっていることが韓国内の大学で解明されたほか、それらに対する報告も指摘されている。一方で、白菜などの油中植物に含まれる、 辛味成分イソチオシアネートには発岩性物質の増殖を抑制する作用があり、さらには動脈硬化の予防効果、血栓ができるのを防ぐ作用などもある。キムチに含まれる唐辛子や塩は寒い地域では唐辛子により血行促進、塩による血圧上昇をさせて寒さから身を守る作用がある。しかし、朝鮮半島では 毎年晩秋に越冬用として大量のキムチをつける。これをキムジャンと言い2013年ユネスコの無形文化遺産に登録された。大企業などではそのためのボーナスや休暇が与えられる場合もある。韓国では儒教の影響で女性が飲酒や娯楽に興じることは以前は許されていなかったが、キムジャンの際は公然とそれらを行うことができ。 女性たちの祭りに相当するものであった。家族や親戚の女性、また地域社会の女性が集まり越冬のための十分なキムチをつける。キムチ漬けが終われば、漬けたてのキムチとポッサムと呼ばれる豚肉を茹でた料理に巻いて食べる習わしがある。韓国では日本でいう味噌汁のように家庭の味を象徴する料理であり、良いキムチを作れる女性は、良い妻となれるという言葉まであるが、 2000年代現在では、スーパーなどで、既製品のキムチを買うふも多い。特に若い世代では、65%が、キムチの作り方を知らないと回答していると、コリアタイムズが伝えた。こうした事情もあり、キムジャンを行う過程は、減少傾向にある。2008年9月には、キムチ体験テーマパーク、キムチ博物館、多目的体験場。 低温貯蔵庫などの施設を備えたキムチ村が大韓民国系軌道サザナミガーにオープンした。韓国ではポピュラーな家電製品として発酵や保存に適切な温度を維持できるキムチ専用の冷蔵庫、キムチ冷蔵庫も販売されており、LG エレクトロニクスでは日本でも食品貯蔵庫として発売している。また、韓国には日本で言う 将軍祭に該当する債券で、外国企業が外貨建てで、韓国において募集する外貨建て外債、キムチ祭を発行したり、写真を撮る際、チーズというより、キムチという場合が多いなど、朝鮮の文化とキムチの関係は深い。韓国は、自国産のキムチを日本などに輸出する、一方、安価な中国産キムチを輸入しており、輸入量が輸出量を上回るほどである。 安価な中国産キムチの用途は主として飲食店で出される付き出しである。韓国の飲食店の購入するキムチの89.9%は中国産とされる。日本の喫茶店で出される水や寿司屋のガリが基本的に無料であるのと同様に、韓国の飲食店ではキムチを含む副菜は無料で、亡くなるたびに補充される韓国料理の特徴を参照。 中国文化圏においても、ソルトピーナッツや白菜漬けなどの突き出しは強されるが、あくまで前菜の一部である。しかし、韓国では、キムチ離れが顕著となっている。韓国農林水産食品省農村経済研究院による2011年の分析によると、10年間で1人当たりのキムチ消費量は23%減少しており、その理由として、 キムチ以外のおかずを食べるようになったことが挙げられている。それを裏付けるように2001年と2010年の比較では家庭でキムチをつける習慣は68.5%が54.5%と減少している。そして中国産のキムチ輸入が増大し過去最大になっている。特に中国産キムチは価格が韓国産の半額以下となっており飲食店や 学校給食、社員食堂など向けに大量に輸入、消費されている。2010年1月から2015年4月までのキムチ貿易赤字は8409万ドル、約914億ウォンに上った。2018年に韓国の農林畜産食品部は国産キムチの競争力を支援するキムチ産業振興計画を発表した。2005年10月、 韓国の保健福祉部は中国産の輸入キムチから寄生虫の卵を検出したと発表した。寄生虫卵は未熟性のものであり、これらは人糞を利用した有機質肥料が感染源とみられ、製造過程における白菜の洗浄が適切でなかったためとみられている。なお食べても健康上問題はないとされたが、韓国政府は該当する中国の製造メーカーに、 大使戦場の徹底と寄生虫乱の残留可否検査するように義務付けた。2005年11月3日、韓国の食品医薬品安全ところは、韓国産のキムチと白菜から寄生虫の卵が検出されたと発表した。14日、日本の厚生労働省は、日本国内で市販されていた韓国産キムチから海中の卵が使ったと発表した。十一日、 中国の国家質量監督権限権益総局は韓国産キムチとコチュジャンなどから寄生虫の卵が検出されたと発表した。これは韓国が中国産キムチを問題としたことに対する報復措置とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。